午前中、最初の講演は、招待講演は、山崎、IPMU の山崎さんで、ゲージベーテ対応を問い直すです。よろしくお願いします。はい。どうもありがとうございます。聞こえてますね。はい。はい。で、今日はこのタイトルの通りなんですけども、ゲージベース対応を考え直すと、まあ、問い直すと、そういうタイトルでお話しようと思います。で、これ、今、多分日本だと9時ですね。なので、朝の講演なので、もしかしたら今頃ですね、ちょうど部屋に入ってくる方もいらっしゃるかもしれないので、最初ちょっとだけですね、こう、思い出話をしようかなというふうに、こう、思います。で、まあ、ちょっと与太話ということで、で、これ、危険研究会、僕、結構、いろいろお世話になったことあるんですけど、実は、口頭発表するのは、初めてでですね、まあ、前回発表したのは、実は2008年、ポスト発表をしたことがありまして、で、まあ、2008年、これ、5月に、ちょうど危険にですね、滞在したことがあってですね、寺島さんや富士さんなんかと論文を書いたことがあって、まあ、それについてちょうど発表したんですけど、これ2008年だったんですね。で、これはなかなか、で、2008年というのは実はなかなか僕にとって思い出深い年でですね、ちょうど江口先生が基礎物理研究でも移られた年だったかと思った。その一つ前だったかな。まあ、とにかくその持ってられてすぐの頃でですね。それで、ちょうど江口先生の還暦研究会というのがですね、この全く同じ年にあったので、僕この年、京都にもすごいたくさん来たんですね。3回か4回か忘れましたけど、すごいたくさん来た年だったんです。で、この関連研究会はですね、3月にあったんですけど、なかなかすごい、そうそうたる顔ぶれの方々で来て、まあ、日本でこんなにすごい物理物理に人が集まったのは、久々、そうそうないイベントで、まあ、今でも結構覚えてて、このホームページも実は残ってるので、まだスライドとか見られるんですけど、で、まあ、この話をしてるのはなぜかというと、実はここでですね、まあ、ネクラソフ氏が、講演に来ててですね、まあ、その、今日話すゲージベーテ対応について話をした、わけです。で、その時のスライドも、ちょっとまず一部スライドの中抜けてるところとかもあったりするんですけど、結構残ってまして、で、この時すでにまあ、ゲージベース対応の骨格というのはあると。で、この考え自体はもうちょっと前から、2007年ぐらいから IHS の中では、結構抗議してたみたいなんですけど、多分他でやったのは、まあ、京都2008年はこれかなり早いタイプのものでありまして、で、実際この2008年の次ですね、その2009年に2つプロシーディング彼ら出してるんですけども、まあ、その江口さんの還暦研究会のプロシーディングのやつも一つのうちの一つになっています。で、これが、いわゆるゲージベーテ対応というやつでありまして、最初の論文は、だから、この2つ、論文があって、0901に、両方ともプロシーディングっぽいやつなんですけども、ありまして、まあ、かなり、このサイテーション機能だから調べたら、200回以上あって、まあ、あと、これは、この後にですね、8月に書いた論文があったら、そっちの方が500回以上に直されているということで、まあ、だから何かはわからないですけど、まあ、少なくともこの分野ではですね、かなり古典的な結果として知られているというのは事実なんじゃないかと思います。で、まあ、考え自体は、はるか昔からいろいろあったりはしたんですけど、まあ、ある意味それをうまく、こういう形でまとまったのは、この2008年、9年頃ということになります。で、これはですね、この講演ではですね、そもそも、まあ、だからゲージベーテ対応っていうのはどういうものかっていう話から始めまして、で、そもそもゲージ対応、ベージ対応がそもそも正しいのかみたいな、そういう、基本的なところを調べたいと。基本的っていうのは、もちろんベーシック、簡単というか、そういう意味もあるんですけども、まあ、もっと根源的にですね、そもそも、ゲージベーテ対応って正しいのみたいな、そういうところから考えたいという意味になります。で、このゲージベーテ対応のですね、このイントロダクションってことなので、まあ、そもそも主張は大体どういうことかってことで、まあ、ゲージとベーテの対応なんですけども、ゲージサイドっていうのは、場の量を考えますと、これは2次元のこうポイントが見えてると思いますが、2次元のですね、N イコール2、2セオリーという、2次元の超対称場の量で4つスーパーチョイスがあるんですね。で、これは4次元の N が1のディメンションリダクションとして考えると一番わかりやすいかもしれないですけども、この理論で特にマスを加えると。で、マッシブな理論を考えると、真空がですね、こう、ディスクリートな真空が出てくるんですけども、それを検出する真空の方程式があると。これがゲージ理論のサイドでありまして、で、まあ、これいろいろバリアントはあって、例えば3次元から出発するとか4次元で出発するとかあるんですけど、まあ、基本的にはですね、こう2次元 N が2カマ2を経由していると思っていると。で、逆のほか、ベーテのサイドは何かというと、こう、ある化石分系ですね、量子化石分系があって、そのですね、ベーテ暗殺方程式という、そのスペクトラムを解くための方程式があるんですけども、その方程式があると。で、この真空を記するバキュームの方程式と、それからベーテ暗殺方程式が同じであるというのが、ゲージベーテ対応の主張になります。だから、例えば N が一番強い類の主張は、 N が2-2理論があったら対応する化石分系模型がある、あるいは化石分系があったら2-2理論があると、それがですね、その主張になります。
で、もうちょっと詳しくですね、これは具体的にどうなるかってことを説明、します。で、まあ、これもいろいろ話し出すとまたちょっと長くなっちゃうんですけども、まあ、物理なので、基本的なアイデアの例で説明すれば、大体は、尽きてる。で、一番簡単っていうか、典型的な例はですね、このゲージ群にフレーバーがあるんですね。ゲージ群が UNC と、それでクォーク、アンティクォークが NF コイルと、NF フレーバーを考えます。で、NF の方が NC より大きいとしまして、で、そこにさらにアジョイントマターもいると。そういうやつですね。これだから44から変形して得られるやつなんですけれども、まあ、ともかくそういうマルチプレット、マターコンテンツを持った理論を考えましょう。で、この時に、この、カイラーマルチ、この辺のですね、アジョイントとかフレーバーと、こういったマターに関してはマスが与えられるとしましょう。で、マスがあって、それらをですね、インテグレートすることができると。で、このマスがあると、このベクターマルチプレットの方はですね、ノンアーベリアのゲージ群がいるんですけど、それが、アーベリアのカルタンの部分に落ちてて、そのカルタンの部分を記述するようなエフェクティブ理論が、あるべきであると。その、このマス、与えられたマスよりも低いスケールでは、このクォークなどのマターがインテグレートされて残っている理論があると。で、この残っている理論は何で記述されるかなんですけども、例えばスカラーの自由度を見るとほとんどなくなってまして、このクォークの方はなくなっちゃうので、で、ベクターの方は何があるかっていうと、実はこのシグマって書いてたスカラー場があって、このシグマっていうのを4次元のゲージ場で言うとゲージ場が4つあったんですけど、それを、4次元 N が1から2次元 N が2カマ2にリダクションしたときには、こう2つ、ゲージ場のコンポーネントですね、が2つ、複素に組んだスカラー場に分けますけども、まあ、そのスカラーはシグマっていうのを含むスーパーフィールドに、での関数である。それがこのエフェクティブトゥイステスーパーポテンシャルと呼ばれているものですけれども、まあ、これで記述されている。だから、カルタンの部分が残ってて、まあ、クーロンブランチみたいなものですね。カルタンの部分が残ってて、そのカルタンはこれだけだとまだ、この連続に自由度が残っているように見えますが、ここにポテンシャルが何か立ってまして、それを記述するのがこのエフェクティブトゥイステスーパーポテンシャルになっています。で、このエフェクティブトゥイステスーパーポテンシャルだから、これポテンシャルなので基本的に変分してゼロっていうふうにすればいいのが、それがクラシカルな方程式なんですが、実際にはそれが 2πi かけ整数のものでも許されると。で、ここはちょっと微妙なとこなんですけども、実際はこのシグマっていうのはその、ゲージ場のですね、慣れの果てのスカラー場だったんですけども、2次元にもまだゲージ場っていうのがいて、そんなにダイナミクスだらけじゃないんですけども、ゲージ場のですね、このフラックスですね、フラックス、まあ、マグネティックチャージって言ってもいいかもしれないですけど、マグネティックチャージがですね、違うごとに違うセクターがありますので、その部分を数え、勘定しておかなきゃいけないと。だからそのセクターをラベルする整数があるわけですけど、それを取り入れるためにこのエクスポネンシャルの型に乗せてそれを1とする。これがバキュームの方程式になっています。で、先ほどのですね、理論ですね。この、ゲージ群があって、フレーバーがある。そういう理論に、ついて、このエフェクティブトゥースポテンシャルを書いてですね。これはだから、実はワンループエグザクトで解けるんですけども、それを書いて、この式をうにゃうにゃっと変形してやりますと、なんかこんな式が出てきます。で、これは左辺と右辺があってですね、まあ、なんとなく似たような形をしていると。これどちらもですね、分子分母があって、このプラスマイナスのですね、U の前のプラスマイナスだけが違うと。で、まず、これ大体シグマっていう関数、シグマっていう変数がありまして、シグマっていうのはこの UNC ってゲージ群のカルタンに相当する変数なので、シグマ1からシグマ NC まであると。それからもう一個 MA って書いた変数があるんですけども、こちらはですね、マスパラメータに対応してまして、これは UNF フレーバーがあるんですけど、そのカルタンに対応したパラメータ。いわゆるツイステッドマスと呼ばれるパラメータなんですけども、そういう M っていうパラメータとシグマというパラメータがある。で、左側はですね、シグマ I 引く MA というシグマと M の差なんですが、右側はシグマ I 引くシグマ J というですね、シグマ同士の差になっているというふうになってまして、まあ、だからこれは、右側の方はですね、どちらかというと、この UNC の方から、中だけから来てるんですが、シグマ I 引く MP、シグマ MP、MA っていうのは、この、これをつなぐですね、このバイファンダメンタルですね、というかファンダメンタルクォークですね、クォーク、アンティクォークの方から来ている。で、それから最後にですね、あと、まあ、U っていうパラメータがありまして、これも一種のマスなんですけども、これは実はここにアジョイントが一個あったんですけども、それに作用しているようなパラメータ。もうちょっとテクニカル言うと、その、今、4カム4の変形だと思ってて、まあ、そこ4カム4のアルシメトリーの慣れの果ての、対称性があって、それに対するトゥイステッドマスと言ってもいいんですけども、まあ、そういうマスパラメータも入ってて、それがですね、こう U というパラメータですね。で、最後に、ここにですね、頭にですね、エクスポネンシャルがあって、この T っていうのは、ここの UNC ゲージ群に対する FI パラメータという、こういう方程式があります。で、まあ、ちょっとこの式は複雑に慣れないと複雑に見えるんですけど、結構、まあ、それなりに構造がある式でありまして、例えばこの式っていうのはさっきもちょっと言いました、このシグマ I 引く M って符号を変換すると、こう、分子と分母が入れ替わるというものになってまして、まあ、実はそういうのに似たようなものとして、こう、それは、まあ、そういう式ものっていうのは、化石分形法でたくさん現れていると。で、だから主張は、この出てきた真空の方程式っていうのが、化石分形のですね、ベーテアンズ方程式といなせるというのが、主張になります。
で、ベーテナンザツ方程式の、まず何についてのベーテナンザツ方程式かなんですけども、今の話してた例だと、一番簡単なスピンチェーンですね。XXX スピンチェーンと。これはだから、ハイゼンベルクスピンチェーンで、これはシグマって書いて、ベクターで書いてるので、XYZ3 方向ある。だから Z だけだとイジングみたいになっちゃうんですけども、XY ともうちょっと量子的効果が入ってる。そういうスピンチェーンになってまして、これのですね、スペクトルタムというのベーテナンザツ方程式が、先ほどのこれと基本的に同じになるというのが、主張になります。で、このベーテナンザツ方程式なんてどうやって導くかとかをですね、まともに説明したすと、化石分系の講義みたいになっちゃって、それで、話終わっちゃうんですけども、基本的にはですね、ベーテナンザツ方程式の、これは一番典型的な形はこんなような形になってまして、すでにさっきのとかなり近いんですけども、これはですね、スピンチェーンがまずあるとしましょう。で、ハイゼンベルクスピンチェーンなので、規定状態っていうのは全部ダウンスピンですね。だからスピン2分の1なので、アップスピンとダウンスピンがあるんですけども、全部ダウンスピンの時が規定状態と。で、そこにですね、時々アップスピンがあると。で、これをマグノンって呼んでますけども、で、この左、ここにですね、J 番目アップスピンがあった時に、それをですね、実は、このスピンチェーンに沿って、変身して、そのぐるっと一周してやると、何が起こるか表したのがですね、この方程式になってまして、左側はですね、実は、長さがこれ NF コの長さですね。NF コのスピンがあって、NF の長さのスピンチェーンがあるので、それについて変身すると、そのモーメンタ部分だけトランフェーズを得る。これ、エクスポネンシャル IP かける長さですね。で、この P っていうのはモーメンタムなんですけど、それをちょっと変なパラメータライゼーションしたのが、このシグマってやつになってまして、これはラピディティと呼ばれるパラメータライゼーションの仕方になってますが、モーメンタム の変化。で、この右側の方が何かというと、積はですね、今 J 番目のやつをぐるっと回してるんですが、J とは違う K 番目についての積になってまして、それぞれペアとして出てくる。シグマ J 式、シグマ K みたいなペアになってくる。で、これは2つを回したときに、それに対応したですね、こう散乱が起こるという、これ S マトリックスを表している。だから、こう、一つは、変身するとぐるっと回って、こう、モメンタムのトランスレーションを出して、右側は、ぐるっと回すときに、他の粒子と、徐々に全部ですね、相互作用を起こしていくと。で、そのときに、S マトリックスが2体に分解してて、2体の積をかけて、S マトリックスの積をかけてやる。というのが、この S、ベーテナンザ方程式の意味になります。で、これだけだとまだですね、ちょっと、先ほどの方程式と違うところあるんですけども、さっきのと近くしようと思ったらちょっとだけ変える必要があって、例えばこの先ほど MA って書いたパラメータ、これはトゥイステッドマスって呼んでたパラメータがあるんですけども、これを入れようとすると、この A っていうのはですね、こうサイトですね、スピンチェーンのサイトがたくさんあるんですけど、サイトごとにこの M っていうパラメータが変わると。で、これはある意味、問題のですね、変身対象性をなくすようなパラメータなんですけども、これは、XX スピンチェーンの方ではですね、インホモジェネティパラメータ、というふうに呼ばれているパラメータで、それを入れることもできると。それから、FI パラメータっていうパラメータがですね、ちょっとここの前に出てきたんですけども、これもスピンチェーンの方で言い換えることができて、これは一周した時に単に戻ってくるんじゃなくて、さらにお釣りが来ると。そういう、こう、スピンチェーンに沿ってのですね、境界条件を変える。S1 回った時の境界条件を変える。そういう、トゥイストをですね、S1 に沿ってのトゥイストを考える。そういうパラメータと言われる。考えることができます。なので、いろいろパラメータはあるんですけど、細かいことはさておきですね、ゲージ論に自然に入っているパラメータに対応するような化石分系のパラメータがあるように見えるというのが、これが、ゲージベーテ対応の一番、基本的なバージョンです。で、これはですね、一番簡単なバージョンなんですけど、その後いろいろ一般化ありまして、例えばなんですけども、これ2次元で話したんですけども、3次元から出発するとで S1 コンパクトする、あるいは4次元でコンパクトすると言いますと、この S1 の半径に相当するようなパラメータがどんどん入ってくると。だからパラメータはどんどん増えてくるんですけども、これはスピンチェーンの言葉で言うと、例えば XX スピンチェーンじゃなくて、この XXZ スピンチェーンですね。で、この場合はだから、XY 方向とは、XY 方向は依然として同じなんですけど、Z 方向ちょっと違ってきまして、なので、そのですね、パラメータが1個増えると。で、XYZ にすると、Z にするとさらにパラメータが増えて、それがこの半径にですね、通そうするというふうになってまして、このスピンチェーンがあると対応して無限次元の対数があるんですけども、これヤンギャンと呼ばれて Y って書いてあるやつなんですけども、それらも対応してですね、こう変形されるということをですね、チェックすることができます。あと、例えばですね、先ほどの例だと UNCNF 理論ってやつだったんですけども、これもうちょっと一般化して、例えばディンキンズですね、これはクイバーで言うと1兆点、プラス1プラス1兆点って感じですけども、それをですね、例えばディンキンズの場合に一般化する。そういうこともできます。で、この場合には、例えばディンキンズにしますと、対応するリーカンがあるわけなんですけど、その対応するリーカンのヤンギャンに相当したような、の表現論に付随した、その、化石分系というのが出てくることになります。で、それから、多分ですね、ネッ
ラソーシャルセキュリティとかいうときに、多分最近の人はむしろこちらの方がというのもあるかもしれない。で、今日話すのはですね、こういうふうにこう無限次元の対称性があって、例えばヤンギアンがあって、アルマトリクスがあってみたいな、そういう話をするんですけども、まあ、化石分系にはいろいろ側面があって、アルマトリクスというよりはむしろ例えばスペクトラカーブですね、に相当するような化石分系の側面というのがあって、そういうときでは、非常にこうネクラソーシャルセキュリティは、非常に注目を集めるようになったと。で、それは、なぜかというと、こう、6次元のコンパクト化と関係していると。で、まあ、これはちょっと、このスライドについてはですね、話し出すとまたそれで1時間終わっちゃうので、細かくは話さないんですけども、例えば、設定としては、基本的な設定としては、6次元の SCF が出発して、コンパクト化して、4次元のクラス S 理論というのが出ると。いうような話はよくあるわけですけども、で、まあ、実際には、もっぱらラグランジアンがあるような理論を考えますけど、これをですね、オメガバックグラウンドというやつに考えまして、そうすると、プリポテンシャルがですね、リーディングで出るという、イプシロンをゼロにしたときにリーディング出るという話がよくあるわけなんですけども、まあ、ちょうど2次元にしたときっていうのは、これ1個、4次元方向の2つを潰して2次元にしたバージョンに相当するものがありまして、まあ、似たようなことをやると、実はプリポテンシャルの場合に先ほど話してました、トゥイスティスーパーポテンシャルというやつが、できると。で、しかもそのトゥイスティスーパーポテンシャルというのは実はやっぱりこのプリポテンシャルの場合はですね、このデュアルなバリアブルと元のクーロンブランチパラメータと関係があったんですけども、ちょうど似たようなですね、式というのがありまして、これは実はこのプリゲンジングコンパクト化失敗するとこのヒッチン系のですね、中に、フラットコネクションのモジュラーの中に適当なリアルスライスを取るということになってまして、まあ、オパーと呼ばれるやつなんですけども、そこから例えばリュービルなんかの関係を議論しようとするなどなどいろいろあります。で、ただですね、今日は実はあまりこの手の話はですね、しなくて、というのもですね、この手の設定ではですね、ある意味、化石分系がなぜあるかっていうのが、設定からしてすでに明らかという状況になってるんですね。これはどういうことかっていうと、そもそも出発点からして、あるカーブの上でコンパクト化しなさいという状況になってるんです。ということは、です。まあ、基本的にそのカーブが、これはコンパクト化のカーブなんですけど、それをスペクトラルカーブと思うというのが基本的な話でありまして、なので、設定の中にスペクトラルカーブがあると、もうすでに入っている。で、それが化石分構造であるっていうのは、マスタイバビッテの頃からいろいろ言われているので、まあ、そういう意味では化石分構造が出てくるというのは、この設定ではそんなに驚きではないと。で、まあ、もちろん面白いのはですね、オメガバックグラウンドのパラメーターっていうのがあるので、その化石分系がですね、ある意味変形される、量子化されるというところに非常に面白みがあるわけなんですけども、まあ、今日の話はですね、そもそも化石分、そういう構造が出てくるかどうかがそんなにもっと明らかでない、そういう状況を考えたいということになっています。で、実はそういうことを考え出すとですね、なかなかゲージベータ対応に関してはかなり謎なところがあるというのが、これ実は僕が最初にゲージベータ対応を最初に聞いたのは、2008年ぐらいだったんですけども、最初に話してる。で、この時にすでにですね、かなり謎だったんです。で、それはどういうことかっていうと、まあ、二次元 N が2カンマ2理論から出発しましょうという話をしてて、で、ここで Q でクイバーがあって、クイバーゲージ理論から出発して、それをクイバーをディンキにとってどうのという話をしてたんですが、僕はその当時実は修士論文とかでクイバーゲージ論というのをやってまして、ややものすごい複雑なクイバーとかバカバカ議論するのが趣味だったんですね。で、ということなので、そしたら当然ですね、こういうクイバーディンキンとか、ケチくさいこと言ってないで、もっとディンキンとは限らない、もっと一般のクイバーにしたらどうだろうか。例えばディンキンのクイバーっていうのはですね、こう矢印が、ちょっとこれ見て、片側とですね、こう矢印が片方向にあったら逆方向もあるって、そういうクイバーですね。いわゆるカイラルクイバー。じゃあ失礼。ノンカイラルのクイバーになってるんですけども。まあ、そういういろんなクイバー議事論とかやると、カイラルのクイバーとかたくさん出てくるので、そういうのはどうだろうかとかいうことをいろいろ考えたくなるんですね。で、当然問題としてはですね、まあ、これ一般のクイバーでしちゃって、まあ、一般のスーパーポテンシャルとかすると理論が指定されるということを考えることはできるわけです。で、もしそのネクラソフシャツシビのお告げを信じるならば、ゲージベータがあるので、対応した化石分系模型があるべきということになります。これはだから、ある意味お告げをそのまま取っただけなんですけども、でもそうすると、これはですね、仮にそうだとすると、これは大事件なんですね、実は。でどういうことかっていうと、それはですね、なんか化石分模型があるっていう意味で、化石、このここでいう化石分っていうの系っていうのは、スペクトラルカーブとかそういう意味じゃなくて、こういう無限次元のヤンギアンとかアルマトリックスみたいな、そういう意味ですね。無限次元代数があると。これはどういうことかっていうと、Q と W みたいな、クイバーとスーパーポテンシャルがあると、対応した代数がなきゃいけなくて、で、もうすでにですね、カルタンの場合に、こう、ヤンギアンっていうのを使っちゃったので、多分それとは全然違うクラスの代数が出てくるということになるわけです。で、どう考えてもですね、ディンキンを超えたさらに一般のクイバーって考えてるので、この YQW って書いてみた無限次元代数っていうのは、今まで知られたヤンギアンとかその編集よりは、はるかに一般的なものになってるべきなんです。で、ところが、化石分系の文献をいくらいくら見てもですね、そんなものはですね、一個もないんですね。
化石向けっていうのはその山のように論文書かれてますけど、ほとんどのやつはこう、ほとんど全ては、まあちょっと例外はあるんですけど、ほとんど全てはこのヤンギャンのタグリとか、その、まあこのクアントマファインとかで尽きてるので、こんなものがあったらある意味結構大事件なんですね。で、だから、だから、これはこういうやつが本当にあるのかどうかということが、非常に疑問に思えたわけです。で、ところがですね、これなかなか謎な大数なので、ここからどうやって進んでいいかというのは全くわからなかったというわけなので、僕はちょっとここでもう諦めてですね、違うことをやり出したんですけども、いろいろこう、この問題自体はいろいろ覚えてて、で、実はですね、つい最近ですね、ここ2、3年なんですけども、このですね、YQW ってちょっと抽象的に書いたものだったんですけども、それの具体的な候補を書き出すことに成功しました。で、それをですね、クイバーにアソシエートしたヤンギャンっぽい代数なので、クイバーヤンギャンという名前をつけて、まあ、元最初にウェイリーさんですね、中国のワイニール・ウェイリーさんと、それから IPM のポスドックで今度ロシアに行くんですけども、そのディマガラフォさんと、いくつか の論文を書いてきまして、あと、このトピックに関しては、若い方がいろいろ参入してくださってですね、特に日本だと野下さんとか渡辺さんなどやってらっしゃいますので、まあ、彼らを招待、セミナーとかに招待すると何でも教えてくれるかもしれないですけども、まあ、そういうなんかいろいろちょっと、これはそこそこ新しいトピックで、だから実はそういう YQW っていうのは抽象的な代数で、なんだかさっぱりわかんなかったんですけど、それを具体的な形でですね、捉えることに成功しつつあるというわけです。なので、まあ、これを使ってですね、ゲージベーテ対応をですね、こう、本当に正しいかとか、ある意味、さらに一般的なものになりたくそうか、決着しに行こうというのが、決着をつけに行こうというのが、今日の話になります。で、このクイバーヤンギャンの話ではですね、こうクイバーとスーパーポテンシャルですね、このチョイスっていうのはかなり一般的です。ただし、完全に一般というわけではないです。で、どういう制限がついているかというと、一つの制限は、このクイバーとスーパーポテンシャルのペアが、通り絡み合うから来ると。そういう、コンステントになっています。で、まあ、これがどうかっていうのはそこまで今日の話では別にあまり気にする必要はないんですけども、まあ、例えば一つの言い方はクイバーとスーパーポテンシャルからあると理論が定まる、そこから真空のモジュラルが定まるんですけども、その真空のモジュラルの適切なブランチとして、この元の通りカラビア3コードが入るようになっていると。まあ、あるいは言い方を変えると通りカラビア3にですね、にブレーンを入れてブレーンプローブしたときに出てくるスーパーシメトリッククワントメカニクスのクイバーとスーパーポテンシャルのデータを使うと言ってもいいです。で、まあ、例えば、トリックカラビア3が、例えば、オービホールドみたいな簡単な場合だと、その、AD 型と、例えば AD 型みたいなだと、AD 型のクイバーが出てくるようになってくるわけなんですけども、実際には、オービホールドでもっと複雑なやつもありますし、オービホールドではない一般の形というのもある。で、それらがあると、対応するクイバーヤンギャンと YQW というやつがありまして、これは、アファインヤンギャンという代数類の、まあ、アファイン型の AD 管にですね、付随した代数を、ものすごく一般に拡張したやつになっています。で、これは代数そのものなんですけども、代数だけじゃなくて、その表現というのも作ることができて、この表現はなかなか面白くて、クリスタルメルティングっていう統計模型使うんですけども、これ自体は、純正にいろいろ物性とかであった、すでにあった話なんですけども、まあ、実はその、僕自身は、2008年頃にですね、ちょうどこの、クリスタルメルティングっていうのは、トーリカラビアの BPS 状態の数上げをすると、どうして出てくるのかということを調べてて、それが、実はその、表現、空間を与えるという話になっています。で、まあ、クイバーヤンギャン自体もですね、これも話し出すとまたちょっと長い話なんですね。この、まあ、忙しい方のため短いレビューなんかも書いたので、それも参考にしていただければと思うんですけども、まあ、今日はちょっとエッセンシャルなところだけをちょっとかいつまんで説明させていただこうかと思います。で、まあ、どんな代数かってことで、まあ、一つの言い方はですね、もうジェネレーターとリレーション変えちゃうということですね。だから、代数が、なんか抽象的に定まるみたいな話はよく数学の方では結構あったりするんですけども、そういう話じゃなくても、ジェネレーターリレーションでバチッとかけちゃってます。で、この式をちょっと説明すると、まずこの、そもそもジェネレーターにですね、EF プサイってこう、三つ組みがあるんですね。で、これはプサイというのはカルタンで、だから S2 で言うと J3 みたいなやつですね。それから、クリエーションアナレーションオペレーター J プラス J マイナスに相当するような E と F というやつがありまして、で、ここにソエジ A というのがついて、これはクイバーのバーテックスなんです。だから、例えば、これはクイバーヤンギャンでクイバー4つバーテックスなんですよ。その場合は、こういうコピーがですね、E と E が4つ、4種類あると。で、プサイも4種類あるし、F も4種類あると。
で、それぞれの E というのは、実はこの Z、Z っていうスペクトラルパラメーターがありまして、それについて展開すると、ジェネレーターがわーっと出てくる。だから、まあ、無限個のジェネレーターをうまく足し上げたような感じ。これはだからちょうど CFT なんかであのフィールドを足し上げると、モードを足し上げると似てますけど、それとかなり似た感じになってまして、実際このリレーションもですね、この CFT の OP を思わせるところがあって、このニョロっていうのと、まあ、ニョロにバー付きとかあるんですけども、基本的になんか Z と W、これあるんですけど、これ展開してあるタームのところまでシンギュラーなところが合うという、まあ、OP っぽい感じになっています。で、それから、このマイナス、プラスマイナスとか、これはですね、実はこの E とか F っていう弦がですね、まあ、ボソンかフェルミオンかという、そういう Z2 ディグリーを決めるものになってまして、まあ、その式とか、まあ、ここに書いたんですけど、細かいことを言っといて、でも、だから一般にはですね、ボソンかフェルミオンか両方あるので、これは、まあ、スーパーリーカン、まあ、リーカンじゃないんですけど、スーパー大数になっています。だから、このコミテーターもですね、スーパーコミテーターに全部なっていると。で、この一番重要なのはですね、ここにバーファイ。例えばこの一番上の式を見ますと、E と E のコミュニケーターが EE となって入れ替えてるんですけど、入れ替えた時に符号と、それからこのバーファイっていうですね、このデルタっていうのは Z 引く W の差なんですけども、お釣りが出ることになってて、このお釣りはですね、こういうボンディングファクターと書いたんですけど、こういうラショナルな式になっています。で、これは、A から B って、この2つのクイバーの頂点があったときに、その対応する矢印ごとにですね、矢印の一方向に関しては分子に、それから別の方向に対しては分母に、それぞれ、ファクターが来ると。で、この H、その矢印 I があったときに対応する変数でちょっとずらすんですけど、これは何かというと、矢印っていうのはクイバーゲージ論ですと、バイファンダメンタルマターがあるっていう意味なんですけども、まあ、バイファンダメンタルマターがあると、そのですね、そのフレーバーチャージっていうのを決めてやることができる。まずそのフレーバーチャージをパラメータライズしたものがこの HI というパラメータになってまして、まあそれをその分だけちょっとずらしてのこのバーファイってやつになります。で、このバーファイってまた後から出てくるのですね、これかなり重要な関数になっています。で、まあだからこれそうですね、この複雑、かなり複雑な代数で実際この展開、モードに展開すると恐ろしく複雑なわけわかんない式になるんですけども、まあでもなんかちょっと CFP っぽいところもあって、それ実は完全に偶然ではなくて、まあある場合にはこれはその W 代数と同じになるとか、そういうことが見えたりします。で、まあ、ちょっとこれは、だからリレーション自体はかなり慣れないと複雑なので、まあ、あるっていうのが重要なんで、かけるっていうのが重要で、で、一番、実はですね、例えば、トーリック・カラビアオがあるとか言ってないです。トーリック・カラビアオが一番簡単な場合ですね、C3 と。C3 っていうのは本当にフラットな場合で何も変哲もないわけですけど、その場合はですね、GL1 のアファイン・ヤンギアってやつになってまして、これは物理の方でもですね、まあ、日本でもかなり積極的に研究されてますけど、いわゆるディンギ・ヨハラ・ミキ代数とか言われてるやつになってまして、まあ、あるいは W1 プラスインフィニティ代数。で、これはかなりいろいろ、研究されています。それから、まあ、いろんな場合を調べていくと、例えばですね、GLM スラッシュ M の、アファイン型のヤンギアン。これ実は定義自体も、実は数年前しかなくて、あと、野下さんとか渡辺さんの論文では、この場合にはですね、D21 アルファって、こう、エクセプショナルなスーパーリーカーに対するヤンギアン出るとかいうのが、指摘されています。で、まあ、実はだから、トーリックカラビア3の中でもですね、こう、コンパクト4サイクルがないやつっていうのがありまして、そういうクラスを考えると、まあ、よく文献にあるようなアファインヤンギアンに入っているということがわかります。まあ、これでもアファインっていうのがついているので、結構新しい代数なんですけども、いずれにせよ、こう、ヤンギアン的な枠組みの中には入っている。で、ところが、ものすごく一般の通りから秒を考えると、もうクイバーがカイラルとかになってまして、もうこれだからそもそもディンキンとかに全然アソシエートしてないんです。だから出発点はコンベックスポリトークになって、コンベックスポリトークがあると通りから秒スクリーっていうのがあるんですけども、まあ、そこからクイバーとスーパーポテンシャルを作って、ヤン、クイバーヤンギを書いてやることができるんですけども、これ出発点はコンベックスポリトークなので、なんかリーカンがいるとかそういうことは全然ないんですね。まあもちろんなんか縮めない意味でなんかリーカンがアソシエートしてることはあるかもしれないですけども、少なくともリーカンのヤンギアンでは全然ないということなので、まあこれはだから今まで考えている代数、化石分構造ってのはほとんど全てこう、リーカンに付随したそういうヤンギアン的なものを、だという話をしましたけども、それをついに超えた代数になっているというわけです。で、これをですね、どうやって表現を作るかという話で、この表現もですね、結構直感的に、細かいことやると難しいところあるんですけども、直感的には結構素朴にできてですね、まあ、クリスタルメルティングという考え自体は、表現理論のコンテクストは C3 のですね、トポロジカル A モデルをやってた時にオクンコフとかが導入した概念でありまして、これは3次元的な、こう、パーティションですね、3次元プレーンパーティションとかありますけど、3次元的にこう、逆の空間で見ると、こう、カードからですね、どんどん石を取っていく。それが3次元のヤングズってやつになってるんですけども、まあ、これはだから、カラビアの僕の立場からすると、カラビアが非常に一番単純な C3 という場合になってまして、で実はこれをもっと一般の場合にできるっていうのが、2008年頃に研究したことです。
で、まあ、これはだから具体的にどういうことかっていうのはこの図でですね、これ、僕、この手の講演結構何回もしたことあるんですけども、大体この図、この図を見るとこの図が意味不明だとかいう苦情が来てですね、ちょっと説明し、なんですかね、説明し出すとそれだけで結構、大変なんですけども、まあ、でも、基本的にはアルゴリズムがありまして、辛抱強ささえあればですね、この手のグラフをですね、書くことは、誰でも、どんなに複雑なコンペクスポリトプがあっても、頑張ればですね、こういう図は絶対書けます。はい。で、で、まあ、一番重要なのは、これかなり複雑な、こう、組み方してるんですけど、一番ここにちょっと分かりづらいんですけど、この青いところがあるトップがありまして、ここが結晶のこう一番なんていうんですかね、こう角みたいになってて、ここから溶け始めるんですね。で、ここから溶けて、次は例えばこの周りによく見るとこう3つあるんですけど、3種類の中から どれか取ってみたいに、どん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 溶けていく。それが結晶の溶け方になっています。で、この意味は何かっていうのはですね、何かなんですけども、まあ、一番ここは物理の人が多分今日多いと思うので、物理的にはですね、まあ、カエラリングのオペレーターであるという言い方をするのが一番わかりやすいかもしれなくて、このここのクリスタルの中にですね、こう白とか アトムとかいってたものがあるんですけども、これは何かというと、まあ、ある頂点から出発して、ぐるぐるっとこのクイバーの周りを回るパスのことを言っています。で、例えばこの赤のですね、パスを見てみると、例えば2から出発して1に行って3に行くと、まあ、そういうパスが、オープンパスですね、があるんですけども、まあ、これをですね、F タームですね、で割ってやってできたエクイバレンスクラスがちょうどこのアトムと、こういう声を呼んでいるやつになりまして、で、だからこれはまあ、ある種のカイラリングオペレーターですね。で、そのオープンパースなので、クイバーの頂点が例えばこの場合3つあるんですけど、必ず3つのうちどれかで終わるんですけども、でそのどれで終わるかに応じてこう色付けをすると、まあ、そういうふうにしてですね、クリスタルを作れると。で、このクリスタル自体は純粋にまだコンビナトリアルの構造しかないんですけども、こういうふうに3次元空間に実現するときっていうのはちゃんと座標とか選ばなくちゃいけなくて、その意味っていうのは、こうカイラリングオペレーターっていうのはフレバーシメトリーとかアルシメトリーにチャージをですね、持っていると。だからカイラリングオペレーターっていうのはバイファンダメントオペレーターの積なので、そのチャージっていうのはバイファンダメントのチャージのですね、和になっているということになります。なので、まあ、それらをですね、そのチャージに合わせて空間中に、まあ、原子を配置してできるのが、これがそのクリスタルになるということになっています。で、まあ、まあ、ともかくですね、こういうなんか構造が、コンビナトリックスがあって、そこからですね、表現を作ることができると。で、これはなかなか直感的に面白いものでありまして、そのクリスタルっていうのはちょうどこう、有限こう、石を取ってくるんですけども、E とか F っていうのはですね、こう石を足さない。例えばこれは複雑な式なんですけど、赤の部分だけまず見ると、E っていうのはそのレーゼングオペレーターみたいになってるんで、こう、アトムをですね、一個一個足していくんですね。で、F っていうのは一個一個取っていくと。ただし、この頂点があるので、その頂点に対応したですね、A っていうのは頂点なんですけど、頂点に対応した色をついたものだけをですね、足したり減したりすると。まあ、そういうクリエーションエナレーションオペレーターがあると。だからまあ、これフォックスペースみたいなものになってるんですね。で、ただし、重要なのはここにスペクトラルパラメーターっていうパラメーターがこうゼネーターにあったんですけども、まあ、そういうアトムがですね、取れたり、取れなかったりするかどうかっていうのは、実はここにポールがあるかどうかっていうのにこううまく反映されているという構造になっていると。まあ、そういうところがなんかちょっと面白いところですね。だからなんか、まあ、気分としてはそこに何か物があるとですね、ちゃんとそれを検知することができて、ちゃんと発散が起こる。そこにポールがあると。いうことになっていまして。で、そうですね。で、あともう一つですね、ここに辺になんか複雑な関数とか、うにゃうにゃっといいエルプサイト書いたんですけども、まあ、一番重要なのはですね、まずほとんどの部分はですね、先ほどバーファイとか言ってた関数がありまして、これクイバーヤンギアの定義に出てきた、ラショナルな関数ですね。クイバーヤンギアの定義にあったバーファイって関数があって、それでかなりの部分が決まってて、例えばそいつの積を取ったりすると、このラージプサイ K って書いてたんですけども、これはそのプサイ K のですね、固有値を与えるなどなどあって、かなりの部分がですね、クイバーヤンギアの構造だけで決まっている。で、ただもちろんですね、これ表現なので、いろいろ表現はあるんですね。台数が1個でも表現っていうのは当然いろいろあるわけなんですけども、その表現のチョイスっていうのはですね、いろいろあるわけなんですけど、それは実はこの最初にあるですね、プサイゼロっていうやつですね、やつで決まっている。で、これは一番最初にですね、こう何もない状態、だからクリスタルとして何もない状態から出発して、そこからですね、どんどん成長させてクリスタルを作っていくんですけど、その時に、このプサイってカルタンオペレーターを作用させると、その固有値は何かっていうのを決めていって、まあ、これは僕らはバキュームチャージファンクションと呼んでるんですけども、これを指定すると、表現ができるというふうにこうなっています。で、これは、例えば、ビラソロの表現論とかご存知だと、まあ、それになんとなく近い感じになってまして、例えば、このプサイっていうのがですね、1 over z みたいに z イコール0にポールがあると、実はそこからですね、クリスタルの成長ができるということになってまして、で、そこに始まると、そこからもうタワーがバーっとできるんですね。E ってジェネレーターを作用させていくと、バーっとできて、クリスタルがこう成長すると。だから、まあ、そういうバーモモジュールに相当するものが、プサイゼルの1 over z でできると。
で、ビラソの時はですね、例えばディジェネートフィールドみたいなものがあったりすることもあるんですけども、まあ、そういうふうにこのバーのモジュールがあってもですね、それを例えば、ちょっと小さくしてやることもできるんですね。で、例えばここにナルステートを作って、表現を小さくするとかいうこともできるんですけども、それはこの一番下の図でですね、ここに実は、これは先ほどですね、ポールを作ると、このクリスタルの成長が始まるんですけど、実はゼロ点を作ると、そこでクリス結晶の成長を止めることができると。ということができまして、まあそういうふうにする、まあなんかそういうふうに結晶の形とですね、このプサイゼロっていうののポールと、それからゼロの構造っていうのがかなり対一に対応しているので、それを注目してやると、もうかなり、ものすごい複雑な表現でもですね、自由自在に作ってやることができると。そういう形になっています。だから、まあ、なんとなく表現を作った時じゃなくて、ほぼというか無限個の表現がですね、ザクザク作れる。そういう構造になっています。で、まあ、それで、ようやくなんですけども、じゃあこれでですね、まあ、本当に問題にしてたのは、本当にこういうこととしてですね、これで本当に、ゲージベーテ対応っていうのにですね、アタックできるかということが、問題になるわけです。で、もう一度復習しておくと、今はトーリック・カラビアスツリーっていうのがありまして、そこから対応した二次元の通貨マーツ理論を書いたと。クイバーとスーパーポテンシャルというのが出てくると。で、そしたらそこから、クイバー・ヤンギャンというのが出て、これはまあどうやって作ったかあんまり説明しなかったんですけども、これを見つけることができまして、まあそれ自体も実は導出、幾何的に導出する方法などいろいろあるんですけども、まあ、とにかくクイバヤンギャンってものすごく具体的な代数があったので、そしたらこのクイバヤンギャンっていうのがあると、その表現論も、で、しかも表現論もある程度あるので、表現論をやることによって化石分岐、新しい、全く新しい化石分岐を構成して、そこから R マトリックスを作って、トランサマトリックスを作ってなどなどやって、ベーテ暗殺方程式を導くと、そういうことをすればいいのではないかと。でその暁にはですね、まあ、こういう方程式が出るべきではないかということが、想像が出るのかどうかということが、問題になります。で、ここに書いた方程式はですね、真空の方程式の方ですね。ゲージベーテの方なので、ゲージの方から出発するか、ベーテの方から出発するかなんですけども、で、ベーテの方からどう解くかという話を今からするんですけども、まずゲージの方は実は簡単。で、ゲージの方はですね、これ、ゲージ論なので、実はそのトゥイストスーパーポテンシャルとクイバーに対してすぐ書くことができて、ベーテ暗殺方程式を書いてやることができます。で、これちょっと先ほどとノーテーションちょっと違いますけども、まあ、ほとんど同じような形になって、例えばこの前にあるっていうのは、こう、ツイストって言われてた FI パラメーターって言われてることになってまして、あと、さっきは M って書いてたかな。だから、シグマ、シグ、シグマ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 、K みたいなターンと、それからシグマ、シグ、UF みたいな、まあ、こういう、クロスタームがあったりするんですけども、で、ただ、この S マトリックス、先ほど言ってたね、相当するものの代わりにですね、このバーファイっていうこと、クイバヤンギアに来てたチャージファンクションがこう入ってくる。という式が真空の方程式になります。なので、まあ、これだから真空の方程式がもう何であるか分かっているので、問題はものすごくウェルフォーメレートになりまして、ヤンギアンって、クイバヤンギアンって無限次元代数があって、その表現をやってベーテ暗殺方程式を書いたときに、それがこれになりますかどうかというのが問題であるというふうにフォーメレートされたことになります。で、これはだから S マトリックスの部分がこのバーファイって関数で書けているということなので、はい。質問いいですか？なんかありますか？はい、どうぞ、はい。ヤンギアンってスーパーポテンシャルにも依存しているふうに書かれてたんですけど、はい。どういうふうに？ああ、そうですね。はい。実はあんまり、そんなにあんまり、依存はしてなくてですね、どこに唯一入るかっていうと、このエクイバ、そのパラメーターが、HI っていうのが、その例えばバイファンダメンタルのチャージであるとか書いてあるんですね。で、チャージであるときに、スーパーポテンシャルとコンシスティントでなきゃいけないと。だから、普通の R チャージなら2と。R チャージないフレーバー対称性なら、和が0っていう条件があるので、その分だけこの H のですね、可能性っていうのは狭まることになります。そこだけが違いですね。で、実はその勘定をしてやると、まあ、実はその、ある結構パラメータ、まだたくさん残っているように言えるんですが、ヤンギアン自体にもですね、クイバーヤンギアンもなんかオートモルフィズムみたいなのがありまして、それを使ってやるとさらにですね、まあ、台数は変わるんですけども、この変数をちょっとさらに増やすことができて、結局ですね、この変数のチョイスって2個に落ちちゃうんですね。で、2個っていうのはちょうどまあ、トーリックで言うと、トーリックカラビアノでこう、3つアイソメトリーがあって、そのうち2つ、R シメトリーじゃない2つとかそういう意味なんですけど、まあ、そういうなんか2種類の変数があると。で、その2種類のパラメータがあるっていうところで、このスーパーポテンシャル情報を使っています。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね。でもだからその H の部分にこっそりと入ってるんですけども、まあ、そこを気にしなければほとんどの部分は、はい、おっしゃる通りクイバーで決まっちゃってますね。で、まあ、だからこれ、ただし、この、面白いのはですね、このバーファイっていうのが S マトリックスみたいだとか言ったんですけども、さっきの場合は例えば U プラス I、U 引く I みたいになってて、こう分子と分母のポリノミアルの次数が同じだったんですけど、これ一般にはですね、今の場合全然違っちゃってるんですね。
それはなぜかというと、クイバーがですね、カイラルじゃない、あ、カイラルだからですね。だから A から B の矢印の数と B から A の矢印の数と、これ一般のその鳥カルビアから出てくるクイバーって全然違うんです。だ例えば片側にしか矢印がない例とかあって、そういう例あるので、このバーファイっていうのがそもそもそういう、なんていうんですかね、ネットディグリーがゼロと、だから分子と分母のポリノメル実数が全然違っちゃってるという状況が起こります。で、これを見ると、まあ、ある意味だから S マトリクスがユニタリじゃない。これが S マトリクスだとすると S マトリクスがユニタリじゃないってことがすぐに分かっちゃうので、これはなんかやばそうな風情がすでにあるわけですね。なので、まあだからそういう時に本当にですね、EHB ってタウトが扱うかというと、すでにちょっとなんかクエスチョンマークが出てくると。まあでもそうは言ってもですね、まあそうは言ってもですね、これ代数があるわけだし、表現もあるんだから、うにゃうにゃってやればなんかベーティアンズ装置出てくるんじゃないなと、というふうに思うわけです。で、それでですね、なんですが、実は、そこにもですね、結構複雑な落とし穴がありまして、それどういうことかっていうと、これはだから今ですね、代数と表現があるって言ったんですけど、これは例えば、ヤンギアンの SL2 で例え話をすると、SL2 の2分の1表現を作ったっていう、まだだけなんですね。だから、まあ、アップスピンとダウンスピンがあると、そういうところがあるだけなんですけども、スピン地点をしようと思ったら、まずそれをですね、2分の1表現をたくさん集めてきて、テンサー積の表現を作らなきゃダメなんですね。で、まあ、これはだから、どうしたらいいかってことなんですけども、テンサー積の表現をですね、作ること自体はですね、そんなに、難しくはなくて、これは先ほどの、なんか、結晶の成長を始めるとかのちょっと関係した話なんですけども、まあ、例えばあるところにですね、こう、バキュームチャージから、結晶のバキュームチャージファンクションというポールを作って結晶の成長を始める。で、全然別の場所で結晶を成長を始める。ということを繰り返して、それを N 個ですね、その成長する場所を作ると、N 個の結晶がバーッとこう成長していくので、まあ、それをもってテンサー積と思うべきなんじゃないかと。まあ、そういう考えっていうのが、できます。で、そうするとですね、まあ、だからそれぞれにクリスタルがあるので、これクリスタルが並んでるので、クリスタルチェーンとか僕で呼んだんですけども、まあ、スピンチェーンに相当するようなクリスタルチェーンっていうのを作ることが、できます。なので、まあ、どんどん化石分岐っぽくなってくると。で、この図で書いたんですけど、これが実際どうなってるかって書くと結構複雑な形になってまして、まあ、具体的な式はどうでもいいんですけども、重要なのはですね、これ、クリスタチェーンを持ってくると、チェーンは N 個あるんですけど、こう、パーミュテーションしたときにですね、元に戻らないんですね。で、これはクイバーとか、量子群とかヤンギアンとかでよく知られてる実なんですけども、まあ、物理的な説明をすると、これらの、結晶とかですね、そういう、ダイオニックなチャージを持ったパーティクルが、あるわけですね。で、だから、例えばこう、ダイオニックなチャージを持つパーティクルがあって、それ入れ替わるときっていうのは、そのアンギュラーモメンタムを持ってくるわけですね。だから、必ずしもフェーズとかあるので、元に戻ってこない。なので、クリスタルを作るときに、まず1番目から作って2番目を作るのと、2番目を持ってきてから1番目やると、ちょっと答えが違うということになるので、まあ、そういう非対称性があると。で、まあ、ともかくそういうのをやって、パッと見るとですね、どうも、よく量子分とかで、ヤンギャン出てくるような、コプロダクトという概念に近いものが出てきているように見えるので、まあ、これでもういけるんじゃないかというふうに一瞬思うわけです。で、ところがですね、実はこれでは全然ダメでありまして、これどういうことかっていうと、まず一番わかりやすいのはですね、これだからコプロダクトってやつになってまして、というもどきになってまして、コプロダクトっていうのは Y っていう代数のゲレメントがあって、そこからテンサーに持っていくと。だからそういうものがあれば、それで送ってですね、どんどんそのクリスタルチェーンの表現をどんどん作っていくと。だからテンサー積に対する表現をですね、このコプロダクトでどんどん作ることができるというのが、まあ、ちょっと表現論の話なんですけども、実はまあ、ともかくですね、このせっかくデルタゼロっていうのがあったから、それでやればいいんじゃないかと思うんですけど、こういう表現があるので、そこでですね、R マトリックス求めればいいんじゃないかと思うんですけども、ここから出てくる R マトリックス自体は実はすごく自明なものになっていると。で、自明ってのはどういう意味かっていうと、R マトリックスというのはその名の通り行列なんですけども、ここから出てくる R マトリックスは実はスカラーみたいになっちゃってるんですね。で、実はそれはだから、で、まあ、それとも多少関係してるんですけど、ヤンギアンの場合はですね、これちゃんとしたこの表現のレベルではデルタゼロというのを作れるんですけども、代数のレベルでデルタゼロというのはちゃんとこれではいけないということが知られてるんです。まあ、などということがありまして、実はこの素朴にですね、持ってきたものでは全然ダメで、これをですね、ちょっと変更して、やる必要があると。で、変更するときに、ここに U と書いたものがあるんですけども、これでコンジュケートを取って、別のですね、デルタを作って、これをですね、真のコプロダクトとして探さなければいけないというふうにこう、いろいろ思われてまして、でもこの U がアッパートランギュラーのっていう話が、ステーブルエンベロップとかそういう話を見ると、示唆されています。で、実はステーブルエンベロップの話とかは僕らがですね、今議論しているような状況では全然使えない、今のところ現状では話になっているので、まあだから、ただでもそれと、そこで、それをですね、使って、
って、まあ、物理学者も論文書いてありますが、そういう時は、ここにあるですね、デルタゼロっていうのは、まあ、ちょうどカルタンに相当するようなコープロダクトになってまして、まあ、それにですね、こういうアッパートランギュラーのものでですね、コンジュゲートしてやると真のコープロダクトがあるというのが、巷で言われているナレーティブになっています。なんですが、これがうまくいくかどうかっていうの問題で、実はうまくいく、僕らの研究ではですね、最近の論文ではうまくいく場合といかない場合があるという、結論が得られています。で、それはですね、まあ、うまくいく場合っていうのがあって、それは非常にヤンギアン的な場合ですね。なんか先ほどですね、トーリカレベオの場合で、こういう、まあ、スーパーリーカンとかそういうのアファンヤンギアン、リーカンに相当したアファンヤンギアンの場合があると言ったんですけども、そこで、表現としてこう二次元的なクリスタル的な表現というのを使いますと、実は、この手のですね、この暗殺ですね、コープロダクトの暗殺をうまく調べてやりますと、ベータ暗殺方程式を導くことができて、これは先ほどバノイ理論から出てきたバキューム方程式とぴったり一致するということが言えます。なので、この場合はですね、実はゲージベータ対応が完全に示されたことになります。で、これはなかなか面白い、話だと思います。はい。だからそういうアファイン型で示されているのは多分初めてなんじゃないかと思います。こう一般的に、はい。で、ところがですね、これ、ここが面白いところなんですけども、先ほどリーカンに付随したヤンギャンの場合っていうのはうまくいくんですけども、こういうですね、カイラルな食い場に相当するような、こういうもっと一般の食い場ヤンギャンの場合にはですね、実はこの手のですね、まあいろいろ過程がいくつか入ってたんですけども、まあ、その過程のもとでですね、この、そういう対応するコプロダクト、それから対応して、まあ、それに対応コプロダクト関係してるんですけど、R マトリックスでですね、ユニタリティを持って出してて、それからヤンバクスター方程式を持って出している R マトリックスを探すとですね、実はそういうものが存在しない、いくつかの過程の手で存在しないということが示されちゃいます。なので、実は、これなんか、ある意味驚きであるんですけども、一個一個の表現はできるんですけども、実はそこからですね、テンサー積をうまく作って、R マトリックスを作ることは、いくつかの過程のもとでできない。で、そのいくつかの過程っていうのは、実は、最近のステーブルランピオの議論とか、まあ、それからそれをですね、踏襲した、物理の論文なんかありますけども、それで、基本的に信用されてるナレティブなんですけども、それを使うと、実は、そういうですね、R マトリックスを見つけることができないという、かなり驚きの結果が得られています。というわけですので、これだから、実はだから、こういうことを考えてみますと、ゲージベータ対応っていうのはですね、全く明らかで、ないというのは、まあ僕は最初からそういう意見だったんですけども、実際、そういう結論は、正しい。だから、ヤンギアン的な場合ですね、だからすでに知られているような、そういう台数が出てくる場合には、どうもうまくいっている、わけで、まあそれはそんなに驚きではないかもしれないんですけども、でも、真面目にそういう台数を考え出すと、そもそもクイルはヤンギアンという、そういう普通のリーカーニアスコシエとしたヤンギアンと全く違うタイプの台数を考えなきゃいけないと。で、その場合はですね、いろいろですね、こうベータ暗殺方程式に行くためにいろんなステップがある。で、まずだからそういう BPS 台数自体をですね、こう見つけなきゃいけない。で、これをだからトーリカラベオのために見つけるのに10年以上かかっちゃったわけなんですけども、で、これができたら今度そこからですね、対応する綺麗なコプロダクトを作ってチェーンを作らなきゃいけない。で、そこからさらに実は R マトリックスを求めなきゃいけない。この R マトリックスを完全に求めるというのは実はかなり大変な作業でありまして、まあ、それがあればベータ暗殺を使って、あるべくベータ暗殺のマシナリーを使ってベータ暗殺方程式に書くことができるかもしれないけど、でもなかなかですね、こう、食い化け理論から出発してベータ暗殺方程式に行くにはかなりの道筋がある。で、その挙句に、やがてですね、真空の方程式は本当に同じかどうか、これはかなりですね、ひじめやな主張ですし、少なくともある過程とある設定のもとでは、そもそもこれがうまくいかない例が見つかったと言ってもいいのではないかと思います。というわけでですね、まあ、今日の話ではですね、ですから、こういうふうに今日のゲージベータ対応というのはゲージ論と化石分系の、対応だった話で、もちろんある場合にはですね、今日一番最初に話したのは典型的な場合に重要なことが言ってるし、それに付随した数学の論文も書かれてて、まあ、それらは多分正しいので、正しい主張となる、があるというのはまず間違いないし、それがはるかにですね、いろんな分野で応用を収めてきたというのも事実であります。ただし、ゲージベータ対応には、例えば化石分というときに、そういうスペクトラルカーブ的なものか、アルマートリックス的なものは何だといろいろ違いがありまして、例えば今日話しているような、ヤンギャンとかそれに付随した台数に注目するコンテクストは特になんですけども、実は、その間の関係がですね、うまくいってない例というのも見つかっている。というわけなので、そもそもだから元の問題に戻りますと、ゲージベータ対応がどれだけですね、一般的なのかというのは、実はまだ全然、これは個人的な意見ですけども、全く未解決の問題でありまして、で、それを解くための具体的な例として、このクイバーヤンギアンというのを使って、それを議論するという話を、今日いろいろと、議論しました。で、まあ、それはだから、研究としてはなかなか個人的にはいろいろ、クイバーを使ったものとかですね、クルスターメルティングを大学院生の時にやっていくことなどもあるので、まあ、いろいろ思い入れのある話であるんですけども、まあ、せっかくなのでもうちょっと一般的なですね、こう、若い方とかもいらっしゃるので、教訓としては、やっぱりこう、これだから最
に行ったんですけど、ネクラス・オシャツシビリみたいな、もう、うん百件も運用されているのは超重要な論文でですね、僕はもうネクラス・オシャツシビリについての講演っていうのも何十回か100回ぐらい出たと、100回以上出たと思いますけども、どの講演も、ネクラス・ゲージ・ベーテ・タイオ、ゲージ・ベーテ・タイオというのがあって正しいらしいと思われているので、それをチェックしますみたいな、そういう講演しか僕は多分、記憶する限り聞いたことはありません。でもですね、やっぱりサイエンスなので、これはだからいろいろですね、健全なスケプティズムを持つってことはですね、重要だと思うんですね。で、それは昨日たまたまなんですけども、このロバート・マートンっていう有名な科学社会学の人の本を読んでたんですけども、そこにですね、まあ、ちょっと理想主義的なところもあるんですけど、科学の4か5かの規範っていうのがありまして、まあ、その中に例えばオーガナイズ・スケプティズムっていうのがありますね。で、これはなかなか確証高い英語で書かれてるんですけども、基本的にはですね、なんか神聖のものみたいな線を引いて、これは調べないみたいなのがあってはならないと。だからどんなものであっても必ずですね、ちゃんと、徹底的に調べ尽くさなきゃいけないと。だから leave no stones unturned とかよく英語で言いますけど、そういう精神が重要なんだ。で、まあ、あとそれとも関係してますけども、なんで主張が正しいかどうかっていうのは誰が言ったかとかですね、そういうのに惑わされちゃいけないと。だから、仮にですね、どんなですね、ディスティングリッシュな方が言ってもですね、言ってもですね、あるいはそれが、教授だろうが、大学院生だろうがですね、誰であっても、それはですね、ちゃんと、みんなとして、コミュニティとして、ちゃんと考え直さなきゃいけないと。まあ、そういう、ことっていうのは、まあ、やっぱり、改めてながらで、まあ、自戒を込めてなんですけど、改めて重要なことなんじゃないかというふうにこう思います。だから、まあ、僕自身はこの芸術対応はそういうふうに間違ってるというか、ある意味正しくないというのは、ちょっと勇気のいることなんですけども、まあ、でも、やっぱりこういう科学の営みっていうのを見るとき、そういうのは重要なんじゃないかなというのを思いをですね、新たにしています。で、実は、そういう関係、ことをですね、考えるようになったら、やっぱり経験の一つっていうのはですね、僕が大学院生初めて来たときに、それしろ研究室ですね、江口先生などいらっしゃいまして、新しい論文が紹介されるたびに、もう全部ケチャケチャに言うと、という経験がありましてですね、これはだからなかなか、そういう経験っていうのがあったのは、ね、非常に、いいことかなというふうに思っているので、まあだからちょうど最初に関連研究会の話をしたんですけど、なかなかそういうふうな教えを受けたという意味で、なかなか感慨深いところがあります。で、ただもちろんその研究会もですね、すでに14年前ということになってまして、で、その研究会の時にちょうど、江口ハンソン30年研究会ということだったので、まあ今後30年どうなるかっていう話が出てたんですね。で、もうその30年はまだ経ってないんですけど、15年ぐらい経ってて、半分ぐらい経っててどうなってるかってことなんですけども、ちょうどまあそういうことをですね、考えるいい機会としてですね、この、小栗先生のですね、研究、還暦が今年、になってまして、その小栗先生の還暦研究会が IT ルートカルテックでそれぞれあります。で、まあ10月にあるんですけども、で、特に日本の方にはこう日本のやつに、ぜひ参加してほしいんですが、まあ、ちょっと残念ながらですね、IPU のポリシーで、オンサイトの参加者があんまり大きくできないので、ほとんどの方はオンラインに、していただく必要性がありそうなんですけども、まあ、ホームページがありまして、ちょっとサボってたんですけど、レジストレーションも、まあ、明日か明後日ぐらいにはオープンしようかと思うので、ぜひ参加していただければと思います。で、まあ、あと、ついでに最後もう一つだけなんですけども、まあ、今はですね、ちょうどゴリシも、ポスドクの公募をしてまして、来年のですね、半年後のポスドクは公募を応募してますので、してて、まあ、グラントはダークマターとかいろいろついてるんですけど、個人的にはもう最近はいろんなことを個人的に興味があるので、まあ、どんな分野の人でもですね、ぜひぜひ応募していただけたらと思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。